アイドルニッポンをご覧の皆さん、こんにちは。加藤理央奈です。私は今 DVD の撮影でフィリピンセブ島に来ております。すごくいいところです。フィリピンはお母さんの生まれ育ったところなので、私もなんだか懐かしいような、そんな気持ちになる撮影でした。すごく楽しかったです。撮影はすごく晴れたり、いろんなトラブルがあったりもあったんですが、すごくね、トータル含めて楽しい撮影になりました。お気に入りの衣装だったり、ここのシーンはこんなところにこだわったよとか、私のやりたいこと、こだわりがたくさん詰まってますので、皆さんたくさん DVD 見てください。ということで、以上加藤理央奈でした。撮影中一番楽しかったことは、そうですね、やっぱり現地でお土産を買ったりしたことですかね。現地感を味わえたことが一番楽しかったです。彼とお揃いのものを買ったりっていうシーンだったんですけど、実際に私がちょっと気になるな、欲しいなってものとかが見られたので、すごく楽しかったです。あそこも結構カップルというか、2人の親しい感じが出たんじゃないかなと思います。一番驚いたことは遭難をしましたこう船に乗って無人島に移動したんですけど、その帰り道ちょっとね、船の調子がおかしくなって止まっちゃって、っていうのも私実はちょっと朝早かったな、うとうとうとってしてたら、移動中船の中で寝ちゃって、はって起きたら遭難してました私の起きてからはもう10分20分で助けが来たんですけど、スタッフさんたちはね、大慌てだったようでちょっとしたね、そういうトラブルもあったんですけど、そういうトラブルがあった方がね、よりこう燃えるというか、売れるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひね、そういうことがあったんだなっていうことを考えながら見ていただきたいです。仕事がオフの日の過ごし方は、もう朝から思う存分寝て、昼ぐらいに起きて、ちょっとお家の片付けして、ジム行ったりとかして、あと夜は好きな友達とお酒飲んだり、もう本当にザ・オフっていう過ごし方をしますね。オフの日はできるだけ、まあ家から出ようとはするんですけど、出たとしてもそんなに行動的にはしないで、ゆったりとした日を過ごすのが好きですね。やっぱお仕事の時のオンとオフをしっかり分けたいなと。オフの日は好きなだけオフを楽しみます。常にカバンの中に入れてるものは、私は心配性なので、モバイル充電器もずっと充電だけはなくならないようにずっと常に持ってますね。毎日フル充電にしてるので、もう誰が充電なくなったって言ってもすぐ貸せるので、安心してください座右の銘は一石二鳥ですなんだろうな、ずるいって感じするんですけどなんか一石二鳥っていうか、まあ一石二鳥あった方がいいかなぐらいの軽い気持ちです。なんか生きてても楽観的なので、なんとかなるだろうって感じなので、なんかちょっとラッキーなことがあればいいなぐらいのあれで、一石二鳥にしておきます癖はいっぱいあると思うんですけど、私より見てる人が気づくんじゃないかな。なんか喋ってる時とか落ち着かなくて、こう髪の毛とかそわそわいつも触っちゃうんですけど、 DVD の中でもな、ちょっとそういう癖が出てると思うので、あ、触ってる、今ちょっと気になってるのかなとか、恥ずかしいな、でも多分こういう風にそわそわしてるところがあると思うので、あ、ちょっとここ慣れなくて緊張してるのかなっていう風に思いながら見てください。男性のキュンとくるふとした仕草や瞬間は、なんだろうな、やっぱりちょっと弱ってる人とかは、あ、いいなって思います。自分がこうあんまり人に頼ることができないというか、なるべく自分で解決しようと思う人なので、こうどうしようって悩んでる人とか、男性とかで見ると、これ頼んでもいいって誰かに言ってるのとかを見ると、ああ、こんな風に人に頼んだり甘えられる人って素敵だなって。というか、自分ができないことだからいいなって思うので、そういう人を見ると、分かった、やるよっていう気持ちになるので、なんか折れちゃいますね。そういうところはちょっと見習いたいと思うし、いいなっていうふうに思います。ドライブデートをするなら、もうめちゃめちゃベタなんですけど、夜の夜景を見に行きたい。夜の夜景をこうお台場あたり、なんか車で夜ドライブして、好きな夜っぽい音楽をかけながら、ふーっと景色を見て、なんかベタだけど、夜の海とか見て、ちょっと夜風に当たって、なんか静かな雰囲気を味わって、まあ帰りは大江戸温泉でも行って帰りたいですね。夜ドライブいいなって思います、はい、お酒に酔うとですか。なんだろうな、今回お酒飲むシーンとかもあったんですけど、楽しくなります。みんなといる時はすっごい楽しくて、どんどん楽しくて笑顔になるんですけど、お家帰った後が寂しくて寝る前大体泣いてますね昨日も「やったー撮影今日も楽しかった!」ってなって、みんなでお酒飲んで部屋帰った後ちょっと泣きました。寂しくなっちゃって寝る前に。なので枕元にティッシュがいっぱい置いてありますそうですね、本当にこの DVD、私のやりたいことがたくさん詰まってて、大好きなビールも入ってるし、彼とのドキドキ旅行、彼なのかそれとも付き合う前なのかっていうような、ちょっとなんかフレッシュな感じを詰め込んだんですけど、彼との会話だったり、それもちょっと自分で私だったらこういう風に言うだろうなっていうことを考えながら、私なりの私としての接し方とか表情ができたので、今回私がたっぷり楽しめる一本になってると思います。ぜひドキドキしながら皆さんに見ていただきたいなと思います。お願いします。